金沢智子は日本のアイドル、歌手であり、ハロー。プロジェクトに所属する女性アイドルグループジュースイコールジュースのメンバーで2代目リーダーである。公式ニックネームはかなとも。埼玉県出身。血液型 B 型。身長161センチメートル。アップフロントプロモーション所属。2012年、ベリーズコーボードキュートの超ハッピーソングを歌うコンテスト。 ダムともカラオケコンテストに優秀賞のサイン入りポスター目当てで応募したところ最優秀賞を受賞。その特典としてハロープロジェクト誕生15周年記念ライブ2012年の8月18日の昼公演でベリーズ工房をキュートのメンバーらとオープニングアクトを務めた。その時にハロープロジェクトのメンバーのパフォーマンスを間近で目の当たりにして歌ってすごいって感動し、 動画とは全然違う生の迫力の凄さに気づいたという。その経験により歌手になることを希望するようになり、アップフロントワークス主催のオーシャンミュージックアワード新人発掘オーディション2012にダム友から応募した。同オーディションでは最終審査で落選したものの審査員の移行によりハロプロ研修生に加入することが決定し、11月20日に 正式に発表された。当時研修生だった宮本家林によると、金沢は特待生扱いでの加入だった。12月9日、ハロプロ研修生発表会2012から12月の生卵賞に手初を広め、2013年2月、ハロプロ研修生から新グループ、ジュースイコールジュースが結成され、メンバーに選ばれた。 同年6月13日に開催されたジュースイコールジュースサードインディーズシングル天まで昇れのリリースイベントでは金沢が同グループのサブリーダーに就任することが発表された2016年1月25日子急内幕症であることを公表所属事務所は体調を見ながらの活動になり急な変調も予想されるとして活動を制限していたがその後 薬を服用しながら活動を続けている。2016年8月5日、所属事務所及びハロー、プロジェクトの先輩である吉沢瞳が第一子出産に伴い、出身地である埼玉県三好町の広報大使としての活動を休止するため、前年から三好町の事業に協力していた金沢が代理として、 2016年8月5日から2017年3月31日までの任期で三好町広報大使アシスタントに就任した。2018年2月5日、改めて三好町広報大使に就任した。2019年6月18日、ジュースイコールジュースの2代目リーダーに就任。2020年4月、ハウスキーピング協会が認定する。 クリンネストの資格を取得したことをブログにて報告した。2021年9月15日、体調不良で診断を受けたところ、過労を続けていた子宮内膜症によるものであることが判明し、日によって症状に波があり、体調が安定しないため3週間程度の活動休止をすることを発表した。ハロープロジェクトのコンサートツアー、続、課長風月のチーム。 月公演のうち9月23日から10月3日までの公演を欠席するコラボレーション名義タ独クライブ合同コンサート。ありがとうございます。